よっしゃ、それではそろそろやっていきましょうか。はーい、皆さん、パレスチナ、大騒ぎですね。じゃあ本日は8人ですかね。はい、皆さんそろそろやろうぜ。じゃあの試合、このクレジット最後でお願いいたします。それでは今日は、西中島のメクラン会ルールを完全丸パクリしてやろうかなと思います。よろしいですか。奥式個人戦レシオ制というやつですね。15ポイントまで、レシオ制で15ポイントまでで他キャラ使っていただきます。というわけで、これは連勝数が上位3名決勝戦ですね。ストップだっつったろうが。はい、西中島奥式個人戦丸パクリルールでございます。丸パクリとか言っていいのかな。ハロー。はい、このルールです。丸パクリです。そうですね、予選はそしたら9時半まで予選やっていってっていう感じでいきましょうか。はい、受付と同時に1周目と2周目のキャラを申告、計15ポイントまで使用か。はい、竜は2体までいきますね。1周目と2周目ってなんだ。3キャラ使えるわけ。あ、違うか、これ何時までやるんじゃなくて1周目にどのキャラを使うかってことか。そうか、よし、じゃあ皆さん集まってください。お願いします。はい、ルール説明ですよ。角さんは、はい、パレー、パレーおいで。いいですか。本日は西中島ルール丸パクリです。でルールは何キャラでもいいんですけども、このレシオの
合計値が15を超えないようにお願いします。いいですか。はい、というわけで、つまり3キャラ少ないポイントのキャラをかき集めて3キャラだった場合は3回出られる、3周出られるわけですね。はい、ということですね。はい、というわけでキャラクターを皆さん教えてください。レシオはここに書いてあるんでちょっと小さいですけども、15です。15以内でお願いします。X 竜 7.5 なので2回使いますね。ガイル7ですね。高くね。剣 5.5、 バイソン9とかチュンリ 8.5 はまあ納得なんですけど、ホンダ6低すぎでしょ。絶対低いよね。春里8おかしくね、うん、まあ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 、あのこれはね関東と関西の違いですので。 S 剣ですよ、はい、これ。うん、俺剣春里で、剣春里で 5.5 8.5、 なるほど。え、順番も一瞬分かった。え、これ何、あ、何これ、連勝戦、連勝数が上位2名が決勝進出です。はい、まあ、3キャラ使えますね。そうですね。じゃあ僕はホンダでしょ。こんなんさよ、低いやつかき集めの方が絶対有利だって。3回は使わせないってことですね。 5.5、 一番低いのはエスキャミーですね。 3.5 だったよ確か。447は大丈夫ですよ。はい、3体いけますね。流々で。ホンダチュンリー、あ、大丈夫、大丈夫だね。ホンダチュンリー使えるのがずるくね。超強いじゃんそれ。ホンダチュンリーの順番でいい、ホンダチュンリーの順番でいい。お得感はやっぱホンダですね。フォーク4は確かに、まあ使いにくいけどね。僕はね、じゃあデガも得だな。 X フォーク、 X ホンダ、同キャラありなの。同キャラありですよ。15ポイント以内だったら OK です。ガイルキャミーキャミー、ガイルキャミーキャミー、はい、447来ましたね。順番は最初に申請です。キャミーガイル、キャミーキャミーガイル、ケンケンホーク、ケンケンで11、大丈夫、ピタリ。5ポイントのキャラがベガしかいねえのか。はい、ホンダチュンリーだよね。そうなっちゃうよね。ガイル7高すぎだと思いますよ。高いよね。まあ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 、ニアさんとマキリ、ケンケンサガト、 OK。 順番は剣、オッケー。はい、あとニアさん、サート4、 X は4。
0.5 微妙なところですね。このレシオ制って絶対文句が出るやつなんで、絶対出ます。あ、僕ベガやめた。ベガフェイロンにしよう。草くんがやりすぎですね。嘘。でもガイディスメールはできるのか。ああ、そうですね。ブランカ 4.5、 ちょっと待って、あ、ブランカだな、これ。ブラを先方にする。チェンリー 8.5 なの、9でいいじゃん。はい、あとニーヤさんだけです。キャミーベガホンダ足りますね。ぴったりですよ、ぴったり。いや、それ3キャラやろうとしたら良くなりますよ。当たり前じゃないですか。キャミー剣、キャミーいらない。あ、そうなんですか。ホンダと剣で 11.5。 エスキャミーですね。エスブラもそう。エスブランカ順番は、残業より効果が弱いんだね。あ、これは僕も残儀の方がちょっと強いと思ってます。あ、面白いな。はい、ガイル使いだからね。はい、それでは始めていきましょう。順番を決めるのはやっぱくじ引きかな。はい、それでは始めますので、くじ引きいきましょう。2キャラの人もまあしょうがないですね。1人1枚取っていってください。これ一番最後でこれやってるから、やっぱこれ前半の方が。皆さん順番大丈夫ね。はい、それでは1番、角さんが全然ですね。
あれエース引いたのは、お、パレッチ、パレッチワンピが、あ、じゃあクレジットお願いします。2番宮さんルガールですね。はい、エースキャミわからん、斜めでいきましょう。エースキャラちょっと出してあげて。いや草くんエースキャラ出し、エース横、あ、縦縦縦、うん、はい、それでは始めていきましょう。3番は誰、3番はマグス、まず XK でね。さあパレッチがホンダですね。4番 OK、 じゃあ順番並んどきますか、どっち側でもいいけど、空いたところに入っていく感じでございます。こういう、こういう、考えられたルールあんまり最近やってなかったので新鮮ではありますね。さあまずはパレスチナホンダ対ニアスーパーキャミ 3.5、 3.5 って相当ですよ。まあ 3.5 っすからね、 3.5 っすかね。あー、これはニアさん、ニアさん、ジャンプジャッキックめくれないから知ってたやってる。なるほど、あれなんかガエルもあれめくれないじゃないですか、はい、ジャッキック。そうですね、あれエスキャラは全体的にめくれないっていいんですか。そうすると、ジャッキックでめくれるようになったのはガエルとキャミーと、はいはい、あとなんだろう、そのくらいかしら。おー、 DJ はね、うん、あの中攻撃も全然めくれないですね。あー、そうなんですね。さあコワコワテロ、あー、ここは出しとく。じゃあ、ニーヤさん、終わり終わり。そう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 。え、そうなの？次の週。あ、そういうこと？うん、な、次は、マックス。マキリ、ケンが行きます。そういうことなんだ。うん。マキリ、ケン。まず、パレが一勝。これ、連勝数だから、2週目、1週目で1勝、2週目で2勝でも、1勝ずつですから。さあここでマーカスさんがメインの X 剣というか X 剣2体なのか、 X 剣2体です。 X サガトですね。 X サガト、なるほど。やっぱりポイントギリギリまで使うのが お得ですよ。まあそうですね、おすすめですよ。まあポイント大好き日本人、ポイント大好き、確かに並んじゃう。ああ、これはナイスチューバー、これ昇竜拳、さすがメインキャラですね。そうですね、やっぱりちゃんと出ますね。さあこのカードをパレはどこまでやれるのか。膝が入って、ここは様子見、昇竜拳バッチリ。さすがにね、剣使いはちょっと本田戦が苦手なところが多いので、うん、あっとー、これは TBS の予感、頭突きはダメだった。さあここから、さあパレどうすんのこれ。さすがに鬼無双はやばらいますよね今完全にフラグだったなさあ、マキリが勝って、さあ、草さんがホンダ、草ホンダですね。カン、書いた通り。さあ、今度は草さんがメインで使えるダミのホンダです。厄介です。話多いちょもやってきます。ただ相手は剣ですからね。まあ、そうですね。とは言ってもやはり波動拳強き、でも弱小流、あそこの波動拳暴れはなかなかポイントですね。そうですね。あー、これはやばいっす。ヘルヘル、ヘルヘル、ね、やばい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 、矢口矢口、もう波動拳打てないぞ。打てないですね。どうすんだこれ、打てないとどうなるか。飛んでいく、まあそれが正解っちゃ正解。相手の歩きを見て飛びたい。どうする、さあ溜めた、溜めたが、おー、ある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 。今のは置き攻めに来たかった感じですかね、波動重ねより。うぅ、さすがにちょっと遠かった、張り手で取られすぎましたね。そうですね、まあ、遠くで波動モードにしたいんですが、やばい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 。さあ、秋田さんの張り手の様子が、危ない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 。
直接仕掛けた。今のはそうですね。ホンダってあれ何入るんだろう。アッパー昇竜拳ぐらいかな。どうなんですかね。中盤中盤強昇竜が入れば、うん、大達は入んないですね。大達入らない。うーやべえやべえ、死んでしまう。さあ草が2連勝で、いやまだ単発です。単発です。単発だね。はい、次、4番は4番三宅。5番僕ニカさん入ってらっしゃい。さあニカさんは最初 X ホークじゃない、ブランカ。さあブランカホンダ結構厄介なやつですね。さあ開幕はお互いちょっと距離を取って様子見というところか。タッチ弱点を振って張り手を止める形。さあしかし手痛いのもらうと、こうなるとブランカ側が攻めざるを得ない。うますぎる。さあこれでブランカ側は守れる感じにはなりますが、円中パン中足。おおいいですね。弱点中パン中パン。さあこれを踏まえた上で草本田が、さあしかしこの体力差でもブランカ側を取り返すのはかなり難しい。さあさすがに見えてるよと、雑巾掛けもダメですがめくりに行って台形が入って、これは厳しい。そして削って、削りがやばすぎる。さあこれが、これがホンダブランカです。超上級者のねホンダブランカとかなかなか見れないんでね、見てみたいなっていうのもあるんですけどね。さあこれは手前押しならず、距離5人。やばい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 。さあ噛み合っちゃった。しかしここでため解除して、あーたぶまっちゃった。これはさすがに厳しいか。今のは見てからジャンプ中パンなのか。さあスノッピさんが、スノッピさんはおおキャミ、草さんが2連勝。さあいい具合ですね。なかなか星が拮抗してます。しかしキャミホンダ次だね。7番ハイジンさん、ハイジン、はい。さあうまい、頭突きにスパイラルを合わせてフーリガン入る。これは表、しかし頭突きで落とされて、あぶね。この組み合わせきついんですけども、はい、まあそこそこなんとかなります。中村さんが中村さんに勝ってる神試合とかもありましたからね。いやー神当たってやばいやつ。どうすんのこれ。この体力はもうきついですね。お、しかしあー当たんの。攻撃判定が広かった。あれホンダの頭突き結構判定やばいですよね。出来はあの出掛かり、なんでそこに判定あるのっていう感じですからね。さあここは頭突きでしっかり対処。頭の塊、そうですね。あれには一応スパイラルがかくりますが、おっとこれでリード奪ったので、これで待てますね。少しは今度待ちに入るか。うまい具合にスパイラルで削っていくが、うわーなんだ先読みか今の。キャミーが飛びたくなるところを先読みしてたのか。あさあこれはやばい。おお、キャーロン出していく。確かねあの間合いだと大一応入んないので、はい、一歩歩いて通常投げに行きましたね多分。さあフーリガン見られて、よくキャノンで逃げた。さあしかしリードはホンダになる。厳しいだだ厳しい、あー厳しい。どうするのこれ。さあしかしあーおお完璧、3連勝。これトップですね。はい、お次は俳人さんです。その次僕ですね。あ入れないです。あクレジット入れてあげて、ピンク。これ草さんのホンダ無双でしょ。1周目相手のキャラが見えればもうちょっとマシだったかもしれないやっぱりね弱キャラだとホンダにやられるんですよね。うん、
中パン重ねの大一郎。さあこれ投げて大正解ですね。正解ですね。あそこね、重ねるの弱波動にして、弱の青波動にしてその次っていうのがいいんですけども、はい、離れてから後ろに歩きっぱなしから、うん、青波動がちょっと難しくて、はいはいはい、おー、いやーガードワーカーやばすぎる。逆よって、あ、安い、安いと言えないぐらいの体力、あーやばい、安いだー、4連勝俺か。剣ですね、秀剣。さあ色が一丁前だぞ。さあ危ねえ、めくって壊し張り手をガードした勝利剣ぶちかます。お、やる、嘘くさい、踏ませて、さあチュンリーで剣、ホンダを克服したと思ったら他のキャラでも同じことができるのか。うわー危ない、これは竜巻、合ってる合ってる、裏着地は強いんですよね。あれホンダ側も立ちガードとかしないといけない。さあ図突き入って張り手、張り手半分、おー一応、おーからのアッパーを持っていかれる。さあバックジャンプ、とりあえず離れてなんとか時が過ぎるのを待とうという完全な TBS。 さあおおうわ危ねえ、今の飛びはかなり怖かった。さあチャンス来たぞ、チャンス来たぞ、届く、あーなんかよくわかんないけど食らった。さあこれで5連勝、はい、色だけ立派だった。さあこれが最後ですね、宮剣、宮剣剣フォークか、これ宮さん仕事だね。あえてプレッシャーをかけるスタイル。さあやっぱ剣がそれなりにいますね。剣レート低いからね。うん、まああんま強くないですからね。さあ何でも昇竜拳で解決できる時代なのか。なんだこれ、草さんがやりたい放題だな。そうですね、どうするこれ。いや、剣使ってやりたい放題されるのはちょっと頑張りが足りませんね。お、うまい、うまいですね、うまいが受け身ちゃんと取っている。いいよ、昇竜バッチコーンからのこの体力のまま波動拳で、うまい、うますぎる、天才、いいね、作戦名1031だわこれ。さあさあ中盤で、さあこれはあれどうすんの剣側のめくりに、あれ強勝利、あ強勝利、どっちに入れるんですか。裏にいるんだったら、裏に入れるんですか、ね、あーなるほど。さあ宮剣が、宮剣がいい具合、あん、やばい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 、減るな、あ減る、なんだこれ、どうすんの、ああおいちょ入っちゃう。次誰にしましょう。1周目先に負けてるから誰かな、うん、あ、そっか、負けた順にしないと分かんなくなっちゃいますね。さあ波動拳、いやうまいな、うまいうまい、あーやべやべ、あれジャンプ強化負けたんじゃないですか今ね、ですね、 TBS 阻止、やべえ、それは食らう、あかん、昇竜出ず。さあ6連勝、次がね、パレ、パレチュン、パレチュン、6連勝、1勝1勝ですから今ところ。でしょうね、でしょうね。この後がなかなか熱いですよ。まあですよね、2勝したらいける可能性が。確かに。
さあ円柱パンから聞こうぜ。さあパレの本田戦はどれくらい仕上がってるのか。俺思うんすけど、はい、本田チュンリーってあのカラキャンテンションを出せるだけでダイアグラム2割くらい変わると思うんですけど。2割は言い過ぎかもしんないけど、いや雪乃さんとやってるとそんな感じなんですよ本当に。 あれ出せるだけでマジであのわーマジ全然か。おおああああマジで飛べんのあれおかしくない？マジでマジか。チュンリーの怪しい疑惑がもう一つ発見。あれ飛べちゃうんだ。若干の上りと下りの間に飛びましたね、うん、あやばい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 飛べちゃってるやべえ。しかも当たってないからね。愛されボディだわ。さあ対空機構垂直ダイバー、あーこれは反応が遅かった。捕まった100、まあ、ゲージ溜めた。いややべやべやべ、おー確定。あーこれはやっちまったー。これは矢口まり状態。パレが矢口、あー矢口まり阻止。いやでもあれ逆にありっすね。ニーヤさんかな。ニーヤさん、いや今の飛びはね草さんも予想してたけれどもあのパレがね意外なところから飛ぶからちょっとねあみたいな感じになって食らったまであったっていうところですかね。さあ新谷健潜り込まないと対決できるんですからね新谷健。さあこのカードをチュンリー視点から見ると基本的に波動拳食うぐらい昇竜拳足払いをもらわなければチュンリー8割有利ですね確実に。どっかで紛れが あるとまずい状態なんですがこういう感じですね。昇竜拳を食らうと矢口が逃した。あー逃してからが痛すぎるバーカスさんも苦笑い。あるあるってやつですね。次負けたのは誰かしら。投げて次は中大スモさんかな。マーカスか。おっと投げやすい方か。どっちでしたっけ。スモさんの方が先一周程度相打ちだが一周目飛行機打つ出際を阻止。さあ飛んでいく地獄車でフィニッシュ。さあ今の試合はなかなかいい具合にニーヤさんが制してました。画面端に追いやってチュンリーを殺すっていう。うわ受け身がられない。まずい。あうまい。さあ立ち台系は落としていく。ちょっと高かった気もするがギリギリセーフ。逆にチュンリー戦は高い方が。あ逆にうん金的。あこれです。パレがドヤ顔でコーヒー飲んでおります。さあパレ2連勝で2位に躍り出ます。あれが嬉しそうです。久々のストツ。最近は何やってたんでしょう分かりません。これはしかし次が僕かかな。だよね。さあマキリサガット。マキリサガットこれは初めて見る。確かに竜と剣以外見たことないな。確かに。でもこれどうすんの。 8-2 でしょ。もう終わりましたね。もう終わりましたね。試合終了です。あしかしあー出る。相手がパンピーすぎる。おーパンピーすぎる。これはあーこれねあれね難しいんだよね。シャカパンからぶってアパカがなぜか相手になるやつふざけんな。さあちょっとやばいぞこれ。たまるぞ。さあ紛れが起こるのか。やばいぞ。あうわあやばいやばいやばい。あさあごちゃごちゃの試合にとても強いパレスナ。おシャルさんだ。おシャギュギュ。さあやばいやばいやばい。円柱パンあれ超強いんだよ。さあ弦でこかしてグランドタイガーだから。そうあれ切れる。そうあれ超強いんですよ。あやばい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 。これがきついもう下がってやることない。どうすんのこれ。あ歩いてくる。だあくっそ野郎ゲージ度外視。さあ2回転フォークだよね。2回転フォーク。いやこれね押し置きしてほしいね。俺フォーク戦やってるから押し置きしてほしいな。さあカラーはなんと激強のヒロヤンカラー。どこまでいけるか回せるか。あー近すぎた。うまい。今のチュンリー様あれはマジでうまいですね。やばい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 。
あれいいな、俺も盗もう。さあうまい。あ、しかしマジねえか。うっ、あー垂直大パンが置いてある。さあゲンでとりあえず確定。さあコーチェンがパレ早いぞ。さあテンション待っている。めくり撫でる。マジでそれやりすぎだ。こしゃがみこパンからの、あーやばいやばいやばい、あハッチ安くすんだ。あはははは頭おかしいでしょこの人。いやあのね、心理の王をついてるからでしょうがない。逆にね、ありだと思うんですよ。マジで俺もね、昨日ヒロヤンフォークとやった時にあのかなり投げまくったんで、これ呆れられてるんじゃないでしょうか。あ、うまい。まあ、ツノッピキャミー、これかなり強いんですけども、やはりキャラ差が厳しいか。チュンリーに対して、あ、キャミに対して背中やるんだったら高めの方がいいですね。キャノン出てもだいたい潰せるっていう。いや、もしかちゃんと詐欺止めにするか。これでもね、これ俺もよくやるからね、わかる。ラスト一発死ぬ圏内はね、前に行って投げるはあり。さあうまい。フーリガンはチュンリー様で押し置き。しかしキャノン投げて、うわー出す。マジか。全部投げ。いやこの男ね、投げをね忘れてないですね。投げ忘れてない。あのね、パリのね強みはね、やっぱりねズカズカ来る投げがね、みんな嫌だって思ってるんでね。そうですね、それをちゃんとねやってるってことは覚えてる。あーなんだ今のは。中足逆に出て中足企画です。さあこれはキャノン。テンションダメか。これでパレが単独5連勝、はい、単独2位更新ですね。さあハイジン流、これでハイジン君は2キャラ目終了ですね。はい、パレも2キャラ目か。さあいいですね今のファイアハード、ちょっと高い。あれ無理にねなんかする必要なく全部表だと思うんですよね、一石に。あマジか。表ガードです。全部表です。あのドミ着じゃない限りは全部表です。違う、一番下は、ちょっと離れてでもめくりになる。なるんだよ。へえ。なるんだよ。危ないんだよあれ。マジか。あ、いろはさんも来た。いろはさん、セーガーの袋を持ってる。いろはさん。さあこれは。やばい。戦列客が怖い上に歩き投げが来るぞ。ああ始まる。投げて、うわーよく出した。あーなんか食らっちゃう。厳しい。あー厳しい、俺だね。さあパレが6連勝で1位に並ぶ。さあヒデ、ミアの順ですね。どっちが勝ってもチュンリーだぞ。さあチュンリー、どけら。さあ一時は東西戦でもほとんど同じ並びでよく当たっていたこの2人、当時は圧倒的にパレが勝っていた。7勝1敗ぐらいまでいってたんですよね確か。それが今ではヒデがクソ技をお互い使いこなしていく。打ち切った。テンションまだ落ち着いている。百列これどうしようもない、下がる。まだ背中にふざけんなこの技。この技ちょっと強すぎますよね。あれしかもね投げ受け身になってるのがかなりえぐい。さあ中盤投げ、とりあえず投げる。それがパレ、おーパレが
さあヒデゲージをうまく使えれば百列が当たらない。さあ食らう。ヒデさあパレが7連勝。全勝はやばいね。ではこれが終わったら3周目の人がいるのか。3周目の人が出てくるんだね。やべえ久々のパレ戦忘れてたわ3周目終わった時点で連勝数上位2名がいくから決勝戦稼げない、うん、いや まだ可能性はある。メインキャラを、ね、後に置くのはどうかなというのこのルールですね。確かに。うまい、いいですね。さあ金中落として閉じ込められている。何もやらない、それは正解。うん正解。飛んでいく。あ、なんかやった。アホが。あちょっと今早かった。いやあそこから死んだらね超面白かったわあ金的あれ OK ですね。うまいな差し込み。あっコパマジで止まるよ。一文字はね上に位判定残っちゃうんで。はいはいはい。さあパレが超冷静だが、あーこれはいいね。膝つかみどうすんの。端っこはスイートク。あー出た、いいね。あれテンションで帰っちゃうんですけどね。そう帰っちゃうんですけど溜めてない場合はガードになっちゃうから溜めるでしょう。あれこれで落ちる。これ落ちる落ちる。あー TBS。 あーマジかー。持ってかれる。百列とりあえずあれね4回削りがマジでねあの投げ受け身くらいのダメージになってるんでね。4回削りはあれジャンプ攻撃からレンガにほとんどならないので、はい、そこで割り込まないといけない。そうですね、割り込まないといけないけれども割り込み失敗すると投げ受け身くらいの減りをするっていう今の危なかった気がするな。今の戦列ためギリギリ間に合ってないけど、やばい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 。これがマレスタイル。ひたすら投げまくるこの男。しかしアッパーは安い。やばいよ投げてくるよ。最低で勝利欲しかった。さあどうすんの。飛んでくるよ飛んでくるよ。おー惜しい惜しい。やったやったあれ皆さん今のカラジャンプだったらやばかったね。次はニーアーさんかな。ニーアーさんですね。3キャラ目で、その後マガス3キャラ目で、僕かな。あ、そうか、3人3キャラいるからね。あれ、決勝は2名。決勝2名まあ、ほぼ決定してるんですけど、ほぼほぼ確定ですが。さあ、ニーヤホンダがもう3キャラ目。ニーヤさんを押し置きしに来ます。さあ、弱小で、あー、アントビちょっと早かったが、ソーロそう、どこで負けた。パレに負けた。じゃあパレパレの前に出るべきだったのかな。やばい。あ、じゃあ次だね。次行っちゃって、うん、ごめんなさい。次草くんになりました。まあ草さん6連勝してるからもう確定でしょ。もういいんじゃないね。さあ弱小竜よく暴れた。弱小竜勝利レパー。オッケー。 TBS はオクラブもちろん。ホンダはあれ罪なんですよね。うわー開幕使った。やばい。バイアス百貫。そしてあれ確定か。よく暴れた。さあしかし失ったダメージが大きすぎる体力がないぞ。さあ踏ませた。これはでかい。波動拳。さあうまく踏ませている。寄せるがうまい。ダイヤスタイク。うわーうますぎる。それはいい。さようならさようなら。しかし一気に近くなった。さあこれはハードオーケー。ハードオーケー。宮県2連勝で草くんが入って次がマキリです。さあ宮さん今度はタイプの違うチュンリです。今度はあんまりナディに来ません。
6連勝と7連勝はもう覆らない。もう、もう、ああなんだ今のは。今のはモザイク必要でしたね、開幕。これさ、あの一番最後に勝ってた人にボーナスをあげない？3連勝ぐらい。あ、いいね、それいいっすね。一番最後はじゃあ3連勝プラスで。さあ、うまい具合に打てる。まあでもいいですね。さあ、宮天が超困っている。うまい、差し込み差し込み、もうこれで何もできない。リスクの少ないことしかないですね。いい、うん、中足ね、波動拳とね、足全然落ちですからね、ダウンしないんで。あれがファイヤーハードだったらな。あっ と, っとさっきも見たぞ、このモザイク。あの技実は戦慄客だけキャンセルかかります、確か。あ、ダウンダウン。え、戦慄客にキャンセルかかる？戦慄客だけキャンセルかかったような。へえ、違ったっけな。あー、金敵で冷静。さあ、これで草くんが勝って、はい、あ、それありだな。なるほど。さあ、マーカス剣、さあ、バックは青いけれども二人は緑。さあ、冷静、中二様、中、あれよ、なんで投げなの。いや、でもね、あり。さあ、来たぞ、マーカスタイム。そのまま、そのままいけ、やっつけろ、やっつけろ。あー、いやー、冷静、中足からキャンテンション見ている。おー、しっかり抜ける。今のは弱波動だったら危うい痛みになったかも。あ、今弱波動じゃないですか。いや、中華強です。あ、中華、うん、中華強ですね。いや、画面見えてねえわ。ここなんかね、上の画面でばっかり慣れてって、うん、対戦画面だとあれなんかおかしいなって。わかります、わかります。なんかね、これ何波動だろうね。配信でこうね、マイク喋ってるとね、マジでね、あーあ、やっちゃったか。やばい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 。オッケー、よく返した。あー、撫でられず。さあ、たまる前に何とかしたいが、もうやばい。オッケー、勝利からのオッケー。繋がってないがとりあえずオッケーでしょう。チュンリー使い、ああいう場面でね、ボタンこすり上がるんですよ。そうっすね、俺最近剣には絶対こすりませんけどだから、こすっていいことないですもん、剣って。みんな勝利打つからね。あさあ、本日3回目あれ絶対狙ってやってるでしょ、もうここまで来ると確信犯でしょ。さあ、スピニングバード、おお、来た、表から膝、2択勝てば。ああ、戦列がなくてよかった。ああ、見抜けられる、しょうがない。サクサク2連勝ですね、これで。じゃあ、僕が行きます。はい、さあ、ホンダチュンリー、2回転ホンダはやらしいですが、うまいな今の垂直。さあ、垂直やりすぎるととがめられるぞ。あー、中足からじゃミスって、もう一丁、あれも引き付けないとダメです。中足からキャンテンションはさっきのジャンプ垂直中継に多分つかる場合があるんですけれども、それでも中足からキャンはしっかり出した方がいいです。出してつからせて、そこから2択になるみたいな。まあそもそも画面端に追い込まれてる時点でチュンリーやばいんですけど、円柱パン着地に円柱パン、まあとりあえず OK なんですけど。あー、出ないマン、ここは吐かせる。まあ王女がね、話力ですからね。さあ、ホンダがどうすんのこれ。さあ、お互いゲージは持った、さすがに見ている。腹ばいからかわいがり、しかし大転生リバーサル、そして背中、まだ鬼無双では死なない。あ、これでやばい。
あーあガブ、ガブるのか、ガブリパーク、あああのゲームは不衛、さあこれは空対空気光線、こんなに、あーいいですね、気光線気光線、あれ完全対空です、あやばい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 、あーそうそうそう、こうなっちゃうんで、これでもやっぱりチュンリーは絶対チュアシカラちゃん出した方がいいですね、あーいいですね、あ、あこれは、あーあー困った時のチュンリーの名でジャスティス、そう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 、あのね、チラシからキャンテンションを出しすぎると今度ね、生テンションがね、出せなくなるっていう、わかる、俺さ、スノッピーがいる、はい、さあ、ガイルチュンリーですが、スノさん相当やってますよね、めっちゃうまいでしょ、ですよね、さあ、アントビバッチリ投げまでは大体確定、うまい中返し、うまいスタブが入る、これもチュンリーどうしようもないですね、おー、はい、完全対応、テンションダメ、テンションね、ダメっすね、でもね、もうね、あんだけ体力リードされるとね、もうさあ、気候戦体育投げて、全部投げ、いや、あれ投げていいと、あー、いいですね、あの今の脚落、端に詰められると、後ろそばとか使いにくい、あー、やばい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 、懐かしい、あー、いいわー、ヘル、ヘル、うん、さあ草祭りになっている、やばいやばいやばい、うわ強引、あ来たか、やばい、来ない、あ来ない、まだ出す、出し続ける石野くん、投げて受け身がない、もう一丁いった、もう一丁、さあどうす、3回目はいかず、うわーよくやった、今のうまかった、さあもう空振り、よく待ったな、あとは誰だ、これよく待ってると思うんですよね、これね、うん、よくまだ残ってる人はだけか、うん、じゃあ行ってください、これで最後、まあ3連勝プラスがあっても届かないですね、はい、草パレスチナで決勝戦です、はい、お互いホンダ、ホンダチュンリーか、お互いホンダチュンリーですね、やっぱりあのレシオ表は嘘をつかないというか、うん、さあ勝負試合だが、三宅、やばいやばい、見せてくれあるぞ、実はホーク使いだった、まさかの、まあでもね、たまにね、野試合でね、残儀で入ってくるんですよ、残儀は見ますね、たまにホークもね、たまにあるんですよ、もうね、チュンリー懲らしめてやろうみたいな感じでニヤニヤしながら入ってくるんで、で大抵ね、そうならずにそうみたいな顔をするっていう、さあ踏まされて、あいいですね、でとりあえず下段は選択はありですが、中足引っ込んでいいんじゃないですか、そうですね、中中で様子見でいいと思いますね、さあ起動ヒット、しょうがない、マジか、さあ今日はカメラがよく映っておりますね、バリバリ、でもカメラの性能別に変わってないですよね、ちょっと拭いた、うん、ちょっと拭いた、あだからか、すげえ、あうまい、さあどうなる、あのホークのね、あのコンドルにね、しっかりと火炎臭仕込むのは OK ですね、さあ高めから三角がいいぞ、あーあーあーあああ、やばいやばいやばい、どうすんのこれビンタでも終わる、三宅死んじゃう死んじゃう、おーあーあーマジで怒らず、中足というわけで決勝戦いきましょう、はい、あ ポイント入るけど関係ないね、もう関係ない、もう決勝進出確定だから、パレー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 カモン、じゃあ2キャラ2キャラ
うん、両方逃げる。レシをフルに使って。はい、決勝戦。ワンピースピーじゃんけん。ワンピースピーじゃんけんでキャラの順番は、出た順でいきましょう。はい。さあ開幕はホンダホンダですね。ホンダ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 と一塁一塁になればいいですけどね。そうですね。まあこれはさすがに一陣制の長を得ているまあ草さんだろうなとは思いますけど、はい、いやーでもねパレスチナホンダは実は結構試合数やってまして。あ、マジですか。残機戦ばっかり出た。あーやばい。嘘でしょ。頭突きとりあえず出してみるが、おお、二無双は弱無双。あ、やばいよ。からのガードしたけどっていうところですよね。そうっすね。お互い得意な前同じですからね。うん。さあ草チュンリー苦笑い。あのタッチキックなんだろうな。さあ頭突き帰るのかな。 S ホンダは帰るんですけど、はいはい、 X ホンダちょっと弱いんで。これ大張り手で終わる感じじゃないですか。お互い大張り手でなんか削って当たってひたすらぶち当ててで終わる感じに見えそうだけれども、ね、めくり百貫があるので、はいはい、張り手ばっかり危ないんですよ。あ、そうなんですね、はい。あー引っかかる。さあこれで草チュンリーがリーチ。さあおなじみのパレカラー。さあホンダ戦はいけんのかパレ。さっき勝ちましたよこれ。そうですね、止めたのはパレだったんで。しかし同じ手を二度も食わないのが上級者。あゆち、これはどっこいでしょう。迷うとこですね。あー中百貫かな。あのピオリの時にとりあえずドスコイが正解正着だと思うんですけども、はい、迷いますね。そうですね、大き攻めがないので。あー遠い。さあまたモザイクがかかってしまうのか。やばいやばいやばい。およく出した。タッチ系はねあんまりね機能しないですよね。あんま強くないですね。さあぴょん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 飛んでコーケンばっかり打って。そうですね、あそこゲームは OK ですね。もしくはしゃがみ中継でも OK。 今の着地して食らいましたね。着地でホンダを太るのでよく飛び道具も着地ぐらいになりますね。はいはいはい。あ、うまい。やばい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 。あー、いい、かけらかおって。マジで今の。うまい。あー、ぴょってる。はいはいはい。安定三段。飛行機早い。今の早いですね。あ、あー、弱むそー。それでは大将戦。これ勝った方が今日一番強いやつ。間違いない。クソ無双でしょ、ほんと。ほんとクソ無双。なんと無敵1フレームですからね。ね。さあ決勝戦、赤いキツネと緑のタヌキ、どっち勝ってもおかしくないぞこれは。そうですね、紛れが起こせる。お、うまいな。テンショ投げる。あ、受け身受け身は大事。待って。あさあもう投げで死ぬぞこれ。草さん滑落、円柱パンで払う。ちょっと危ねえぞ円柱パンは。かけらく、あー背中切り強え。あれマジ強いんですよ。でもね強いからといって多用するとバレちゃうんで。バレても痛くないのが強いところですよ。まあそうなんですよね。さあ相打ち聞こう。コパンから投げて中段、これは食らう。さあ上から乗っかる。これがチュンリはかなりかぶしゃら。さあこれで
あれありですね、あの連携は。張って、やばいよ。バディで怒らず優勝はゆーちゃん。さあ、ゆうすけ優勝おめでとうございます。ゆうすけ優勝、まあ、6連勝7連勝なのでもう圧倒的な優勝ですね今日は。じゃあインタビューもらいましょう。はい、ゆうちゃんです。まあ、ちょっと最近ウルツやってて怪しい動きいっぱいしててすいませんでした。でも勝っちゃうのがチュンリーなんで、まあ、これを見てクソだなと思った人はぜひねチュンリー使ってください。誰でも勝てるようになります。チュンリーは使わねえから。はいはい、お疲れ様です。ウルツで対戦ひだまりーって名前でやってますんで見てる人でちょっとよろしくお願いします。ひだまりーってのはムーさんが好きなアイドルの名前取ってやってますんでよろしくお願いします。はい、ということでした。まあ、あのウルツの、ね、宣伝も兼ねてっていう草さんのインタビューなかなか良かったっすね。はい、今日は終了です。じゃあ野次第しこたまみんなやって明日に備える形で、というわけでお疲れ様でした。野次第楽しんでてください。
Thank you.